神戸市の久本市長は今日の定例会見で、ウクライナからの避難民を支援しようと、明日から募金の受付を開始すると発表しました。神戸市によりますと、ロシアの侵攻を受けて親族や知人を頼り、現在ウクライナから神戸に5世帯8人が避難しています。避難民の受け入れについて、市にはこれまでにおよそ30件の相談が寄せられ、その結果神戸市は避難民が必要な情報にアクセスする方法が課題だとして、情報を収集し共有できる場を設けるほか、長期的な滞在を見据えた生活の支援を行うために募金を受け付けるということです。この前も式典が行われましたけど、避難をされている方がご自身で情報収集をしなければいけないという状況に置かれているわけです。同時に神戸市が把握している情報も、すべての支援情報を掴んでいるわけではありません。やはり情報マッチングをしていくということが必要です。このほか、ウクライナ IT 協会や侵攻を受ける中でもビジネス活動を続ける現地企業と関係を構築し、神戸市とのビジネスマッチングなどにつなげていきたいとしています。神戸市は明日から来月31日まで、港銀行神戸駅前支店普通1637003、神戸市社協災害救援募金 A で募金を受け付けています。